乗ります。今回はももちゃんとパパでトーマスステーション泉にやってきました。トーマスステーションは全国に4カ所ありますが、関西地区は大阪府和泉市のララポート内の1カ所しかありません。ですので、これから行ってみようかなと検討されているお子様連れの親御さんの参考になれば幸いです。まずは初めてだったので、レジ横にあったスターターセットを購入しました。こちらコインが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚になります。はい、お待たせしました。じゃあね、お姉ちゃんこれどうぞ。はい、遊んできてください。はい、ありがとう。それでは遊びに行ってきます。最初にハロルドのスカイパトロールに乗りました。お空のパトロールに出発しよう。ハンドルを頑張って回してね。パッと見はシュールですが、結構楽しそうです。到着。上手。またね。続いてトーマスの仲良しトレインに乗りました。バイバイ。トンネルの裏には何かあるらしいですよ。ぜひ行って確認してみてください。次にくるりランドトーマスに乗りました。下から出てくるシールは後で重要な役割がありますので、大切に取っておいてください。手すりはしっかり握ってくださいね。次に乗ったのはジャックのゴーゴーショベルカー。ショベル部分が稼働するみたいなのですが、小さい子にはちょっと操縦が難しいかもしれません。どうしたらいいかわからないみたいです。続いてトーマスとパーシーのボールゲームで遊びました。ちょっとももちゃんにはまだ早かったみたいです。ももちゃんの勝ち。次はゴードンとスペンサーのゴーゴーレース。
ドンかスペンサーか、どっちが先に到着するか穴にめがけてボールを入れるゲームです。次に乗ったのはフリンの頑張れファイヤートレーニング。でもいいよ。パパ一緒に乗ろうよ。乗る前からちょっと怖がっています。それでは動画訓練スタート。君たちの力で今は決して無理だ。早いとか消化しなければ。頑張って、頑張って。まだ引いて、引いて、引いて。頑張って、頑張って。まだまだ行くぞ。頑張って消化活動をしております。どんな火事でも消し止めてみせる。全て OK だ。クリーン、ここからが重要だぞ。重要な場面で逃亡してしまいました。頑張れ。少しだったな。もう少しだって。次の消火訓練にも参加してほしい。君の活躍に。最後にやってきたのはトーマスのワクワク広場。ボーネルンドのトーマス版といった感じの子供が遊ぶエリアでした。渡されたロッカーの鍵の番号に自分の靴をしまってから遊びましょう。ここではトーマスの運転手さんの衣装を着ることができます。着替え完了。こんな感じで撮影すればきっとお子さんのいい思い出になると思います。制服を着てトーマスに乗るとなんか絵になりますね。最後にゲームで貯めたシールを使ってプレゼントゲームをしますよ。完成です。おめでとうございます。
しいショーはパズルでした。次にトーマス賞に入りました。トーマス上手に入ったね。じゃあトーマス賞メダルだ。次プレゼント、えちゃんそのボールと交換してもらってもいいかな。ありがとう。じゃあこれ代わりに上手に入ったからプレゼントと、じゃあまた買ったような印しましたかね。どうぞ。ありがとうね。ありがとうございます。またね。いい思い出を作ることができました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると励みになります。グッドボタンね。